2023年10月にハマスがイスラエルを攻撃。それ以来、中東では戦闘状態がずっと続いています。現地の情報がたびたび日本でも報道される一方で、なぜ中東で戦闘が起こったのか、その原因を知っている日本人はどれほどいるのでしょうか。一般的なニュースや YouTube 動画では、ハマスはイスラム教徒の聖地であるイスラエルをユダヤ人から奪還しようとして攻撃したというように、その多くが背景を理解するのが難しい宗教や歴史の視点から解説されています。しかし、イスラム教の聖地を奪還するという理由だけで2から3万人程度の集団に過ぎないハマスが、一国家であるイスラエルに戦争を仕掛けるのはあまり現実的ではありません。では、ハマスを戦争へと突き動かした根本的な要因とは一体何だったのでしょうか。それを知ることで、今回の戦争に対する見方がガラリと変わり、複雑な中東事情が一気にわかるようになるはずです。ハマスはイスラム教徒以外は認めない過激な組織だから、ユダヤ教国家であるイスラエルを攻撃した。あなたはハマスがイスラエルを攻撃した理由として、このような解説を耳にしたことはありますか。 9.11 のように過激なイスラム教徒イコールテロというイメージを持っている人は多いため、一見もっともな理由に聞こえます。しかし、今回の場合、それが第一の理由になるとは言い切れないかもしれません。なぜなら、両者には圧倒的な戦力の差があるからです。ハマスの戦闘員の数がおよそ2から3万人、一方のイスラエル軍は約17万人の正規軍のほかに約46万人の予備役を有しています。両者の差はおよそ20倍もあるのです。また、両者の差は数だけではありません。イスラエル軍はアメリカの後ろ盾をもとに、最高性能の武器や通信を傍受する最新システムを持っています。一方、ハマスの所有する武器は自前で生産した即席のロケット弾が多いとされています。これだけの戦力差がある相手に、宗教上の理由だけで攻撃を仕掛けることは考えにくいでしょう。それに、その理由だけではなぜこのタイミングで攻めてきたのか説明できません。では、なぜハマスはこのタイミングでイスラエルに攻撃をしたのでしょうか。その謎を解き明かす鍵は、宗教でも歴史でもなく、私たち日本人が当たり前のように利用している水でした。世界最高峰のシンクタンク、スタンフォード大学フーバー研究所にて長年戦争の歴史を研究した西俊夫教授によると、歴史上人間は水をめぐって数えきれない戦争を起こしてきた。多くの戦争は民族紛争や宗教対立にすり替えられ、水争奪戦という本当の姿が隠されてきたと言います。では、水がどうイスラム教イスラエル間の戦争に絡んでいるのでしょうか。それを語る前に、そもそもなぜ西教授は水に注目したのか、また西教授とは何者なのか、簡単に説明させていただくと、西俊夫教授はスタンフォード大学フーバー研究所に所属し、40年以上もの長きにわたり近現代史500年の範囲から戦争、国際関係などさまざまな歴史の謎を解き明かしてきました。西教授が所属していたフーバー研究所は、深い洞察と進歩的な思想により人類の平和と個人の自由への道を指し示すを使命とし、過去100年の歴史にわたり政府が抱える課題に対して高度な分析と政策提言を行っています。そのため、その研究者が政権に入り世界政治を動かしたり、政権の中枢にいた人が研究者としてアメリカ政治に多大な影響をもたらし続けているのです。例えば、ジョージ・W・ブッシュ政権では、フーバー研究所に所属する25名の研究者がホワイトハウスの要職に就き、アメリカの舵取りをしました。西教授はそのような人々の中でもトップクラスの地位にあるリサーチフェローとして、一次資料をもとにした膨大な歴史の知識を駆使し、現代から過去まで一貫する歴史の流れを研究し続けてきたのです。その中で、近現代500年の歴史の中で共通する
人間を動かすエネルギーがあることに気づきます。それが本能的な欲、生存欲に直接関わる水など、ほとんどの人が当たり前に持っているため、なかなか気づかない人間を動かす欲に着目し、なぜその戦争が起こったのかといった謎の根本的原因を解き明かしてきました。今回ハマスがイスラエルに突然攻撃を仕掛けた理由も、水に着目すると真相が浮かび上がってきます。ハマスを戦争に駆り立てた大きな原因として挙げられるのが、2020年頃から進んだサウジアラビアとイスラエルの関係改善。イスラム教徒国家の中でも大きな影響力を持つサウジアラビアが、ユダヤ教のイスラエルに近づいたことで、ハマスは自分たちが見捨てられると思い始めました。そのため焦ったハマスが国交正常化に歯止めをかけるため攻撃したとされているのです。しかし、なぜイスラム教のサウジアラビアが敵対していたユダヤ教のイスラエルに接近したのでしょうか。その理由に水が絡んでいました。国土の 95% が砂漠であるサウジアラビアでは、石油よりも水が重要な資源であり、水事業に約800億ドル投資するなど、水の確保にかなり力を入れています。一方のイスラエルは世界有数の水確保技術を持っており、水関連産業の輸出額は年22億ドルにも及びます。サウジは水を手に入れるため、敵であったイスラエルと手を組んだのです。イスラエルと手を組んだ国はそれだけではありません。モロッコ、スーダン、バーレーン、他のイスラム国家もこの数年間で次々と水産業の提供を条件にイスラエルに接近していきました。かつてイスラエルの首相だったアリエル・シャロン氏はこのように話します。我が国にとって水は銀行資金と一緒である。いつでも引き出せることが肝心だ。イスラエルは水を材料に周囲の国々を次々と味方につけていたのです。しかし、ここでもう一つ疑問が浮かび上がります。そもそもなぜ砂漠ばかりの中東でイスラエルだけがここまで豊富な水資源を持っているのでしょうか。これは歴史の観点で見ると明らかになります。1967年の第三次中東戦争では、貴重な水源であったレバノンのゴラン高原と地下水が豊富なヨルダン川西岸を占領しました。実はこの水源を握ったことが政治的に非常な大きな意味を持っているのです。イスラエルが占領した場所はヨルダン川の上流域でした。上流から流れる水を止めれば、下流に住む人々は水がなくなり命を落としてしまいます。そのため上流域を占領するということは、実質的に下流域の人々の命を握っている状態になるということになります。実際、ヨルダン川の下流域にあるパレスチナやガザ地区では水の供給がイスラエルによって制限されているため、深刻な水不足を抱えています。さらに不足分の水はイスラエルから通常の5から10倍の値段で購入するより他になく、パレスチナやガザ地区は経済面でもイスラエルに弱みを握られているのです。想像してみてください。同じイスラム教の国々が水によって次々と買収される。一方、自分たちは水を盾に命を握られ、お金まで絞り取られる。もしあなたがガザ地区に住んでいるとして、この事実を知った時、あなたはどう思いますか。このように今回の戦争は、過激思想を持つハマスが一方的に攻撃したとは言い切れず、戦争の火種はイスラエルの水利権が絡んでいたとも言えます。またハマスだけでなく、最近イスラエルと戦争を始めたヒズボラが拠点とするレバノンも、またイスラエルによって水源を奪われています。そのため今回中東で起こった戦争は、宗教戦争という側面ももちろんありますが、その裏で水が陰から戦争を動かしていたとも言えるのです。また水が国際関係に大きな影響を及ぼしている例は、中東問題だけではありません。例えば中国政府によるチベット・ウイグル自治区への弾圧。なぜ中国政府は国際的な批判を受けながらも
チベットを徹底的に弾圧し、支配下に置こうとするのでしょうか。これも水に着目することで、その理由が浮かび上がってきます。実は、チベットにはアジア全土の河川に水をもたらし、下流に住む20億人強の人々の命を支える水源が存在します。つまり、チベットにある水源を確保することは、下流域にある国々を実質的に支配できるということであり、そのために中国は、どんな手段を使ってでもチベットを支配下に置こうとするのです。このように、人の生存欲に関わる水に着目することで、過去の歴史から現代の世界情勢に至るまで、なぜ戦争が起こるのか、何を争っているのかといった全体像を捉えることができます。もちろん、人間の欲を刺激するエネルギーは水だけではありません。他にもお金、名誉、性など、人の根源的な欲求を動かすエネルギーに着目することで、歴史や世界情勢の本質が見えてきます。例えば、フランス革命。教科書では、富を独占する王に対し、怒った貧しい国民が起こしたと言われていますが、当時の国王はお金持ちどころか、借金で首が回らない状態でした。そこで、財政を立て直すために目をつけたのが、これまで当時の貴族が私腹を肥やすために利用していた既得権益。その既得権益にメスを入れたところ、貴族たちによる猛反発に遭います。その結果、借金を返すために庶民に増税をしたことで不満が爆発し、革命が起こったのです。このようにお金などの欲を軸に物事を見ることで、なぜその事件が起こったのかが読み解けます。宗教やイデオロギー、政治家などの人物は時代によって変わりますが、人間の根底を動かす欲はどの時代も変わりません。お金や資源がどう絡んでいるのか着目することで、現代の世界と歴史のつながりを実感し、歴史は繰り返すということがより理解できるはずです。西教授のポッドキャスト、西俊夫のフーバーレポートでは、歴史、時事、経済など様々な分野について、鋭い視点で本質を読み解きます。詳細は概要欄、コメントにてご確認ください。